ちゃんと偶然会ったの。そう、めちゃめちゃ花粉症でしんどい。お家です。うちのサイン入り写真集合計で25冊、あ、いっぱいサインしました。ありがとうございます。こんばんは。文章デビュー、いや前からなんじゃけど、今日やばい、もうずっとね目が開かなくて、さっきで鼻も大変で、まさ兄さん猫タワーありがとうございます。ありがとう、まさ兄さん。まあ、そう、あ、なっかん大福さんも、タワーありがとうございます。ありがとう。お二人明日お礼してもいいですか。こんばんは。シフトの時もお薬飲んだ。こんばんは。お、ありがとう。待ってます。大丈夫だよ。あ、ありがとうございます。ありがとう。何タワーだろう。今日、でも今日はなんか特に大変。目も鼻も。なんだかすんごいペンギン。目がかゆくて腫れてる。今日誕生日です。お、マッチさんお誕生日おめでとう。おめでとうございます。もうハッピーバースデー。うん、ありがとう。おめでとう。風邪じゃない。いや、花粉症ですね、これは。絶対に。症状的に。めっちゃ目がかゆい。これらしから1週間とかかゆい。ね。水曜日のダウンタウンがついてて。あ、今日水曜日なんだって。なりました。目薬は先刺した。アレルギー用の。したらちょっとなんか落ち着いたけど、そうそう、今日はありがとうございました。誕生日ます。13位うまちゃんさん、12位ブルーさん、11位英作さん、10位キミさん、9位みさきさん、8位ムームーさん、7位白鬼使いさん、6位アモズさん、5位フーさん、4位一旦座ってもらっていいですかさん、3位今日の坪井ゆうすけさん、2位まさ兄さん、そして1位はドゥルルンジちゃん、
神田福さんでした。ありがとうございます。秋の場22はトゥルルンジャジャン、クロスケさんでした。ありがとう。ありがとうございました。そう、今日は住みたい街をちょっと見に行って、下見してで、ちょっといろいろ巡ってる時に会いました、わきちゃんに。帰りに、運命的な。